はい、始まりました。信長の野望創造実況黒田助水リベンジ編。なんか言い方ちょっとおかしくなりましたが、ここですね。今回はこれなんて読むんやろ、伏崎城かなんか、ここ攻め落としていきたいと思います。毛利に一気に攻め込んで城を奪っていく感じですね。1400、後ろから来てるんが少ないんか。2000、まあ落としていくか。親子で戦うと。いたよ。からゆっくりして、よし、これで一気に動き封じて、勢いが強いな。突撃か、乱戦強化で、お一気に潰せ。それで決めろ。よし。あれ？違うやつ攻撃してるな。倒さんでやつ倒しても。これで攻め込むと一気に。よし。ああ。で回戦して立花で突っ込むか。先方立花やな。こう回り込んでいくか。お、こんな動いてた。立花行け。お、逃げろ。あれ、こいつ何してるんだ。行け。よし、これで大ダメージを与えて落とすと。よし、これでどんくらいやろ。表情を始めます。先月の収支です。1500か、後ろから来てるか。流水後又部長政一回返すか。もう使えへんな。配属移動、城立っとくか。久留米立たへん。位置が微妙やな。蔵、立たへんのか。黒滝、ここに立っとくか。決定と。黒崎に立てて、委任やな、次。委任してなかったな、立ったとこ。よし。そしてここから誰か送っとこう。こいつ送っとくか。
南この、このまま強いな。こいつ送れへんか。よし、これでいいや。これで一気に攻め込んで、1500が来てるのか。包囲するぞ。よし、落とせるかな。出るぞ。お、こいつやな、小屋か。前方の敵ら、前方の味方の攻撃強化、乱戦強化。承知しました。かしこまりました。先方立場だよな、やっぱり。3人揃ったところで押すと立花が突っ込むと。よし、官兵が弓打って立花はもう突撃。よし、お、ちょっと待って、飛ぶかへんな。いつももっと近づくか。我が魂、我が覚悟をかかれ。参りましょう。決着つけようではないか。立花がどうにか倒したな。包囲するぞ。包囲して、こちら。敵が我が領内に向かっております。チキショ、教場を始めます。報告いたします。ああ、攻め込んでくるか。戦、また微妙なとこから来んな。援軍要請で跳ねのけるか。よし、援軍フルに使って、でスタート。力を合わせ、よし、戦い抜くのだ。よし、落ちた。これで入場して、建設命令中止。どうしようかな。はい、いや、そしてこっから出陣。井上いらんねんな、立花だけでいけねえな。よし、このまま攻め込むか。一体、お、立花ゆき、勘兵衛、畑兵衛も行くか。渡部どっから来てるんや。こっからか。え、こっか。長政は帰ってんねんな。よし、よし、これで立花まず戦って、来たー。立花強すぎやろ。
じゃこの強さ。こいつ突撃や。よし、一気に潰せ。よし。これ潰して、このまま攻め込むと。一気に九州制圧か。神奈川城。ここから送りたくないな。中津。お、鍋島出せるやん。これ、場所とか指定できんのか。なら、ここ生かしとこう。2,000、3,000。取り囲まれる。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。攻めてきたな。毛利このまま一気に潰してしまおうか。よし。ここで戦って。立花やな。かしこまりました。作戦立花やな。お、囲まれたか。どうにか耐えろ。おお、来た。意外に早かったな。おお、逃がすか。ぜひ逃がすか。立花行け。誰に続け。で決める。よし。これで。マタベ返そうかな。一旦返そう。南やしな。おい、不完全や。お、防衛さしといて。跳ね返したな。熊本城とか。ああ、佐竹が徳川家によって滅んだ。加藤清正がやばいな、これ。よし、立花をここに入れてまた出陣させると。こっちやな、次。このまま連続して進めるか。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。武将を移動させると。ここに井上がいて、グラニアも。あ、城立ってんねんな。グラニー、ここらに誰入れよう。わあ、善助とか入れたいけど。森入れとくか。いやあ、勝成入れとくか。勝成入れくらいやったら森入れた方がいいな。そして勝、ここやな。
お斧入れとこう。まだ使えるな、こいつ。毛利攻めると武将が入らへんから、それが大変そうやな。このまま攻め込んで、はいはい、援軍仕方ない、仕方ないか。加藤がやられたら次こっちがやられるかな。長政行ってこい。2000円。熊本城もどうにかしなあかんねんな、忙しいな。この辺の奪った城から出したらいいんやけど、乗り換えつつ東に行って、勘兵衛がいいへんから突撃させるしかないか。よし、おお、突撃しろ、潰せ、一気に潰せ。よし、これで潰して、敵を追い詰めるぞ。包囲して、こっちはどうや、こんな戦いになってるのか。戦隊時間かけさせたらいいか。長政やし、どうにかするやろ。落城も時間の問題。ここ落としたら入るから、ここに入れとかなあかんねんな。立花入れとくか。あと立花か。これで兵糧がないな。体制取引やな。御用を受けたまわります。急拡大さしとかな。ここで金がなくなってもいいから、とにかく、よし、ここで指付き城って読むんかな。お、どうにか追い返せ。こんだけ追い返せばいいやろ。もう一回やるか。力を合わせ戦い抜けば。よし、こっちも返して、ここが1751、一回返すか。こっからどう攻めるかやな。北を攻めようか。高津城このまま攻めて、1500もいりゃいけるやろ。立ち話し、承知しました。よし、女性をここに入れようかな、一回。悩みどころや。ここに女性一回入れて、ここに入城さして、
武将を伝助を置いて出ると。320鉄砲も渡しとくか。出陣する。そしてこっちと。出陣します。よし、行け。南大丈夫やな。この辺兵戻ってきたら熊本城攻めるか。ここも結構兵戻ってんねんな。伝助、小倉、出すか。出せん、兵糧がないんか。これが辛いな。また兵糧買わなあかんな。遅いな、ここ。表情を始めましょう。先月の収支です。兵糧買って、ご用は何ですか。買っとくか。これ熊本城落とす余裕、援軍要請出せへんしな。鍋島が回復した時点で小早川と鍋島使って熊本城攻めるか。兵糧に余裕があればそれで奪って配属移動やな。ここに伝助入れて、ここに誰入れようかな。立花、森、地築、大友、立花、ゆき、高橋、こやな。55、60、弱いな。よし、黒田入れて、斧か、斧とか入れといてもよかったな。よし、今回コマにしようか。今回はこれにて終了。一気に毛利家の城を奪って東に進軍してますね。兵を乗り換えで一気に3体で攻め込んでいます。毛利も防衛に来てますが足りてませんね、明らかに。このまま高津奪って須防高森城奪えば、あとは東に一気にぐるっと攻め込んでいくと。ただこの戦い方をすると武将が足りなくなるというのが欠点ですね。どっかで武将補充しなあかんねんけどな。小早川か、小早川6人。どっかで素早く小早川を潰すというそういう方法もありですね。よし、今回はこれにて終了。次回もこのペースで頑張って東に攻め込んでいきたいと思います。以上、終わります。